どうも、つれづれ猫草です。この動画では、猫ゼロ初心者がゲームプレイできるようになることを目標に、この猫ゼロの遊び方を実際のゲームプレイ画面を見せながら、わかりやすく解説していきたいと思います。なので、猫ゼロをまだ遊んだことがない人、遊び方がわからなかった人も、この動画を見ればゲームをプレイできるようになる、そんな感じの動画となっています。はい、この動画の内容はブログ記事にもしてあります。概要欄、コメント欄にリンクを貼っておくので、ぜひ見てみてください。それではやっていきましょう。はい、では実際にゲーム画面を見せながら説明していきます。で、ここからは3ステップに分けてゲームの遊び方を説明していきます。ステップ1がホーム画面への進み方、ステップ2がキャラクターの選択、ステップ3が実際にゲームの遊び方、この3段階で紹介していきます。まずはステップ1のホーム画面への進み方を紹介していきます。はい、まずこのアプリがあると思うので実際にゲームを起動していきます。はい、ゲームが起動したらこの始めるっていうのが出ると思うのでこれをタップします。で、いろんなステージがあるんですけども、まあ初心者のうちはまず一番左に行ってください。一番左に行ったこのメインストーリー、これから始めてください。これが一番簡単です。で、メインストーリーを開きます。はい、で、これがこのホーム画面となっております。なので、ゲームを起動したらまずこの画面に、行ってください。はい、続いてステップ2のキャラクター選択についてです。まあ、ゲームを始める前に、まあ、キャラクターを選ぶ必要があります。で、下にこのいろんな項目があると思うんですけれども、この中の一つ一番左のこのユニット、これを選んでください。これをタップします。で、ユニットを開くと、このように、キャラクターの、まあ、選択画面が出ていきます。で、この猫ゼロというゲームにおいてはキャラクターは5匹まで選ぶことができます。で、下に、手持ちのキャラクターが、まあ、ずらっと一覧で表示されます。で、このキャラクターたちはこの並べ替えから、例えば、レア度が高い順に並び替えると、まあ、基本的に強いキャラクターがこうやって、並んだりします。なので、自分の持っている手持ちのキャラクターを、まあ、選択して、まあ、編成してみてください。で、実際にキャラクターを選んだら、ステップ2は終了です。はい、最後、ステップ3です。ステップ3は実際にゲームをプレイしていきます。で、ゲームの始め方は、ここ、ステージの、ここですね。龍馬が立っているところとか、まあ、まだプレイしていないところをタップして、で、ステージ準備中と出ます。で、持ち物、まあ、持っている人も持ってない人もいると思うんですけども、まあ、もし必要だったら、例えばボス戦でとても強い敵だったりしたら、この持ち物を使って挑むといいと思います。まあ、ここでは一旦使いません。それでは、この開始を押して始めていきましょう。はい、これがゲーム画面です。で、右上にこのポイントがたくさん溜まっていると思います。で、このポイントが、あれば、まあ、キャラクターを、まあ、召喚することができます。で、この、キャラクターの下に数字が書いてあると思います。で、この数字は、このキャラクターを召喚するために必要なコストと、なっております。なので、この右上のポイントが溜まっている分だけ、このキャラクターを、まあ、召喚することができると、そういう感じになっております。で、今こうやってキャラクターを召喚して戦っていると思うんですけども、このアイテム落ちてますよね。これアイテム拾うことができます。例えばハートは、まあ、キャラクターの HP 回復とか、することができます。で、この右のレベル1とかあるじゃないですか。これをタップすると、右上のポイントを消費する代わりに、ここの、上昇率とか、まあ、最大値が上がります。つまり、このレベルを上げれば上げるほど、まあ、キャラクターをたくさん召喚できるようになるということです。なので、まあ、基本的にはこのキャラクターを召喚しつつ、このレベルを上げていって、さらにキャラクターをどんどん召喚していくということです。で、まあ、必殺とかあるんですけども、まあ、最初のうちは必殺技使わなくても、まあ、勝てるので、まあ、割愛しますが、まあ、単純にここを必殺技を押せば、まあ、必殺技が召喚できます。で、こうして、まあ、勝ちとなります。はい、ということで、ゲームの遊び方はこのような感じとなっております。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画を見れば、猫ゼロをとりあえずプレイできるようになるとは思います。僕のブログの方で、猫ゼロの攻略についても紹介しているので、もしこのゲームで行き詰まったりしたら、ぜひ参考にしてみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。